ルはフランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。カルイコールプルゲールは、コルネアイユ地方を構成するエリア、ポエルに属する。北を、アレ山地、南を、ノアール山地に挟まれている。西になだらかになる標高約400メートルの高原に、市街が広がる。この高原は北を、イェール川谷によって阻まれている。フランス革命後に、コミューンとなった。 彼とプルゲールは、1956年に合併して、彼イコールプルゲールとなった。コルネアイユ博爵が署名した検証において、三期重教会の場所、コターオズに近いビルダを贈り物とするとの記載が残る。これが彼の最後の記載である。ブルトン語では、キャリアスとなる。彼は確かに、中世の文書に記された、カースを背景に持つコミューンである。19世紀。 住民は、ケヤオズのオズとは失われた、と、椅子を収めていたグラドロン王の娘のことだと、信じていた。19世紀末、彼の家畜史上歴史家たちは、ガロロマ時代に、ガリア系のオシスミ族の主要な町であった、ベジアムが、現在の彼であると認めている。ベジアムについて2世紀の地理学者プトレマイオスが、触れている。また、パブラ・ペウティンゲリアナにも記されている。 1830年、南東アブレスト運河が開通すると、この地方は、スレート岩の切り出しと農業で栄えた。20世紀初頭には、規模の大きな家畜市場で有名だった。19世紀末から20世紀初頭、ブルターニュ鉄道線路事業の中心に据えられ、鉄道の保守点検の部門を備えたジャンクションとなった。2004年9月27日、カレイコールプルゲール議会は、 ブルトン語の日常生活での使用を促進するや、D、あるブレイジョに非検証を批准した。2007年秋、コミューンの児童のうち24.2%が、ブルトン語、フランス語の二言語学校、ジワンに在籍していた。彼の位置が、ブルターニュ西部の中心となるため、授業の大半が、ブルトン語で行われる、ジワンのリスを設置する要素となっている。段ボール製造。 アグロビジネス、サービス業、行政サービス、インキュベーション事業、鉄道の旅客事業が行われている。参照元、1968年以降陰性。ありがとうございます。